皆さんはリンクにお入りください。 The skaters in group 2 will take the ice。第2グループの選手を滑走順にご紹介いたします。 From Japan 島田幸四郎さん。 From Canada ロマン・サドフスキーさん。 From Russia マカール・イグナトフさん。 From Japan 羽生結弦さん。From France, ケビン・エイモズさん。 From Russia, セルゲイ・ボロノフさん。 Skaters, please start your 6-minute warm-up. ただいま大型スクリーンにおきまして第2グループの選手をご紹介しております。 On the screen you will see the skaters in group 2 in the audience skating。 7番島田幸四郎さん、日本。昨シーズンはジュニアグランプリファイナルで銅メダルを獲得し、全日本選手権は5位入賞。シニアデビューの今シーズンはチャレンジャーシリーズドイツ大会で銀メダルを獲得しました。グランプリシリーズデビュー戦となったアメリカ大会に続き NHK 杯初出場です。8番ロマン・サドフスキーさん、カナダ。シニア3年目、20歳のサドフスキー選手。2016年には横浜で行われたジュニアグランプリシリーズに出場した経歴を持っています。チャレンジャーシリーズでは昨シーズン2大会で表彰台に上がり、今シーズンはフィンランド大会で3位に入っています。9番マカール・イグナトフさん、ロシア。昨シーズンは怪我のためほとんどの試合に出場がかないませんでしたが、今シーズンチャレンジャーシリーズドイツ大会で国際大会初の優勝を果たしました。先週行われたグランプリシリーズロシア大会ではシリーズデビュー戦でありながら見事銅メダルを獲得しました。10番羽生結弦さん、日本。ソチ、ピョンチャンと2大会連続のオリンピックチャンピオン。昨シーズン怪我からの復帰戦となった世界選手権で銀メダルに輝きました。今シーズンは初戦のチャレンジャーシリーズを制し、グランプリシリーズカナダ大会では今季世界最高得点で念願の大会初優勝を果たしました。11番ケビン・エイモズさん、フランス。昨シーズン2年ぶりにフランスチャンピオンに返り咲き、ヨーロッパ選手権4位、初出場の世界選手権では11位という成績でした。今シーズンはチャレンジャーシリーズカナダ大会で銀メダルを獲得、グランプリシリーズフランス大会では3位に入り、シリーズ初の表彰台に上がりました。セルゲイ・ボロノフさん、ロシア。先月32歳の誕生日を迎えた今大会の最年長選手。今年でグランプリシリーズ参戦14年目を誇るベテランです。2年前の NHK 杯でグランプリシリーズ初優勝を遂げ、昨年は銀メダルを獲得。昨日のショートプログラムでは
シーズンズベストを更新する会心の演技を披露しました。練習時間あと1分です。 1 minute left in the warm up。練習時間終了です。選手の皆さんはリンクサイドにお上がりください。The warm-up time is over. Skaters, please leave the ice. Thank you. Number 10, representing Japan, Yuzuru Hanyu.
Made it. Two Grand Prix. Yeah. And you know why you can't cure your fear? You're one coming out. You're coming out. You're helped. Yeah, that's the problem. That's the big deal. The source, please. 羽生さんの得点 195.71、 総合得点 305.05。 現在の順位は第1位です。 The total score for Yuzuru Hanyu is 305.05, and this brings him currently in first place. I have one more.In fourth place. 以上をもちまして男子シングルフリースケーティングの競技を終了いたします。 And this concludes the competition for the men free skating. なお準備ができ次第キス&クライにおきまして優勝選手のインタビューを行います。放送席、そして会場のファンの皆さん、見事 NHK 杯優勝、羽生結弦選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。応援ありがとうございました。3年ぶりの NHK 杯優勝で飾りました。今いかがですか？いや、緊張しました。本当に、やっぱり日本で滑りたかったんで、ずっと本当に、ね、なかなかこうやって滑ることもできなかったですし、またこうやって皆さんのエネルギーを感じながら滑ることっていうのもやっぱり日本ならではだと思うんで、ね、本当に最後まで楽しく力をもらって滑らせていただきました。ありがとうございました。その日本での2日間の演技になりましたけれども、改めて今日の演技ですが、まあ、今日の演技はまあ、とりあえずループとサルコーにすごい集中してやってたんで、まあ、とりあえずいいかなと思ってます。まあ、もちろん皆さんにせっかくね、こうやってここの会場にいる皆さんでこうやって滑られる機会っていうのはやっぱり
この瞬間しかないと思ってますし、やっぱそういう方々にトーフリップをしっかり見せたかったなって、綺麗な演技を見せたかったなっていう気持ちももちろんあるんですけど、ただ、まあ、あの自分の健康が無事本当に無事にここまで来れたんで、あの本当皆さんが至る所で祈ってくださったおかげだなと思っています。本当にありがとうございました。リカバリーも含めて4本の今日4回転、そしてスピンやステップでも多くのファン魅了されたと思いますが。そうですね、まあ、でも、まあ、リカバリーはちょっとおまけというか、自分の中で NHK 杯っていう場所を楽しませていただけたかなっていうふうには思っていて、まあ、もちろん、まあ、4回転飛べてますけど、あのやっぱりコンビネーションの後ろの3回転トーループ刺さっちゃってるんで、やっぱり、うん、もっと頑張らなきゃなって思います。さあ、そしてこの後まずグランプリファイナルが待ってますね。そうですね、ここでせっかくたくさんのエネルギーをいただけたので、またそのエネルギーをしっかりと、バネにしてファイナル頑張っていきたいと思います。またよろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。また応援よろしくお願いします。男子シングルの表彰式を行います。準備が整いますまでしばらくお待ちください。 The victory ceremony for men will be held on the ice shortly. Thank you.